こんばんは。県内ニュースをお伝えします。東京オリンピックのレスリング女子で姉妹で金メダルを獲得した金城梨紗子選手と妹の常村友香子選手が地元津幡町で整備されたレスリング場の記念式典に出席しました。津幡町は2人に続く子どもたちを育てようと町の福祉センターのリニューアルに合わせてレスリング場を整備しました。記念式典で2人はレスリング場の整備についての感謝とともに、この場所からオリンピック選手が育つことへの期待の言葉を述べました。ずっと3年このマットを置くために、そしてチームを作るためにたくさんの方が動いてくださっていると思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつかこの町から私たちの次のオリンピック選手や金メダリストが出ることを楽しみにしています。このあとレスリングの体験教室が開かれ、子どもたちは金メダリスト姉妹に胸を借りて組み方や技のかけ方などを体験しました。